皆様、ズブシスケンでございます。2023年ありがとうございました。ユースケンでございます。よろしくどうぞ。はい。このチャンネルではですね、音楽に関する動画中心に投稿しておりますので、音楽好きな方は、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ってところでございまして。はい。そんな感じでですね、2023年ももうあと何日かってところでございましてですね、なんかいろんなね、こう YouTuber の方が2023年なんかいろいろ振り返りとかね、まとめを、してらっしゃいますのでね。僕も、じゃあ2023年、この、何を振り返っていこうかなって考えた時にですね、じゃあ、2023年行ったライブを振り返ろうってところでございましてですね、今日はですね、僕が2023年ライブ参戦したライブをちょっとね、振り返っていこうと思いますので、もしね、一緒の現場行った方いましたら、まあ、思い出の共有できればいいですし、僕が行ったアーティストでまだ見たことがないアーティストいましたら、興味持てるような、振り返りしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行きましょい。はい、って感じでですね、じゃあちょっとね、行ったライブのね、スケジュールを全部今振り返ろうと思いますね。よろしくお願いします。今回、今年はですね、僕一番最初に行ったのは、3月ですね。3月15日。はい、3月15日に BiSH の、ツアーですね。パンクスウィンドルツアーに行きました。いや、なんか BiSH の現場、そっか、今年かって思って、そっか、BiSH 解散したの今年かってところで、なんか結構僕の中でははるか昔のようにちょっと感じるんですけど、そうだよね。BiSH は今年の6月でしたよね。ああ、だからそっかそっか。BiSH ガンガンそうだよね。この頃まだ活動してたなって部分で。で、ラストホールツアーですね。に僕は、八王子公演、行ってきました。千秋楽のね、東京の渋子ラインキューブ。あそこはね、ちょっとチケット取れなかったんでね、1公演だけだったんですけど、行ってきました。いや、なんといってもね、やっぱホールツアーはね、やっぱ近いっすね、ホールは。で、しかも、このライブ、めちゃくちゃ紙席で、確かに前からね、3列目ぐらいだったのかな。だからね、めっちゃ近かったんすよ。しかもホールだからさ、もうステージと席の距離もめちゃくちゃ近いから、超近くて、めっちゃ良かったっすね。うん。やっぱライブって、席とか関係なく生音が聞けるのはいいっていうのはやっぱありますけど、やっぱね、近さは、やっぱ大事ですね。なんか、行ったライブの思い出というか、強調されますよね。いい席だとなおさら近かったがあると。なので、このね、BiSH の、BiSH のライブであんな近いのは最初で最後なんじゃないかな、今まで見てきたライブの中で、っていうところがありますんでね、非常にいいライブでした。しかもチッチのね、地元のライブだったっていうのもあって、まあチッチのね、曲のユースとかもね、弾けたりもしました。はい、まあそんな感じでした。なので僕の今年のね、ライブスタートね、3月からなんですよ。1月、2月。まあ1月はね、ちょっとね、ラストロックスターズとか見に行こうと思ったんですけど、ちょっとね、自分自身が体壊してましてですね、ちょっと行けてなかったんですね。はい。次まして、3月22日に、ウーバーワールド。はい、ライブハウスツアーですね。今回僕は、今年のね、ライブハウスツアーは、ちょっと仙台しか当たんなかったんでね、横浜とか、ダイバーシティかな?やってたよね、今年確か。当たらなかったね。仙台ギークスまで行ってきましたよ。昼公演。めっちゃ良かったっすね。いや、やっぱ、ウーバーワールドクラスがさ、ライブハウスでやってくれるのって嬉しいじゃないですか。だし。いや、すごい良かったです。もう日産スタジアムがね、もう決まってた時だったんで、もう大々とね、もう日産の広告が。宣伝もすごかったですけど、まあその時点で僕はもうチケットも買ってたかな、って部分なんで。ね、仙台ギークスはね、やっぱね、自由度が高いのかな。拓也くんもね、こう、人の上歩いてね、後ろの方まで行ってましたからね。で、なんか転がってって、みたいな。で、そのまま走って行って、みたいな。そんなのもありましたからね。やっぱ仙台ギークスはやっぱ、ゼップに比べると、なんだろうね、自由度も高いんですかね。禁止行為というか。ちょっと、意外と喋ると時間がかかっちゃうか。はい。次まして、4月12日、ウーバーワールド、バーサス、BiSH、横浜アリーナ。はい。BiSH とウーバーワールドの対バンですね。はい。これ僕動画にもしたんですけども。いや、もうさ、好きと好きがさ、対バンしてくれるってさ、なんて幸せなことなんだろうと思いません?
僕もね、ずっと思ってたんですよ。いや、ウーバーワールドとビッシュ対バンしないかなって思ってたら、このタイミングで、もうやっとしてくれるんだってところがね、すごい嬉しかったですね。はい。で、横アリなんですけど、割と席も良くて、センター席、アリーナ席で行ってですね、まあ、一応僕にビッシュを教えてくれた、まあ、親友である清掃員とね、まあ、逆に僕がウーバーワールドを彼に教えたって感じでもあるのかなって感じなんですけど、って感じでね、お互いが好きなアーティストのライブを見に行けたところかな。すごい嬉しかったですね。はい。めちゃくちゃ良かったですよ。セットリストもね、ウーバーワールドサイドはね、ヒッセサツキが作れましたからね。マジか、これ台湾でやるんだと思いましたね。あと、ジャイアントキラーズね。ビッシュのジャイアントキラーズって曲をカバーしてくれたりとかして、ものすごい、なんか、お互いのリスペクトを感じた、台湾でしたね。それぞれね。ビッシュは最後解散ライブとして東京ドームありましたし、ウーバーワールドは日産スタジアムっていう史上最大規模のね、ライブもあったので、お互いのね、こう、目標に向かっていった姿がね、よく見れた対バンでございました。はい。続きまして、5月4日、ジャパンジャム2023。というかね、今年はね、春フェスは僕1回だけでしたね、1日だけ。しかもまあ、当日券というか、で、先行で撮ってなかったんで、前方エリアとかもなしでね、まったり見に行ったんですけども、で、なんでこの5月4日見に行ったかっていうと、まあ、たまたま仕事が休みだったっていうのと、5月4日のメンツがですね、10フィードとウーバーワールドが同じ日に出るんですよ。いや、これはもう見に行くしかないでしょって思ったところで行ってきました。はい。すごい楽しかったです。やっぱ春フェスは快適に見れるし楽しいっすね。気候もいい感じだし、うん。やっぱね、春フェスはおすすめですね。はい。続きまして、5月30日、はい、ライカンエンジェル、あと大韓ユニット、はい、ライグですよ。てっちゃんの、まあ、新しいソロプロジェクトといいますか、まあ、ラルクアンシェルの、いわゆる、まあ、公式コピーバンドってところで、まあ、これもね、動画にしたんでね、ちょっと話してはいますんでね。はい、まあ、近かったんですよね、大韓山ユニットってね、小さなライブハウスで。ただ、大韓山ユニットって、ステージと客席の、段差があんまないんでね、あんま見えなかったっす。ステージは正直。はい、近かったけどね。うん、はい、そんな感じでございました。はい、続きまして、6月ですね。はい、6月はもう18日、20日、21日、ハイドさん、ゼップ羽田、はい、行ってきました。ハイドさんの今年のライブハウスツアー。いやー、もう最高っすね。やっぱハイドさんは、もうゼップですよ。ハイドソロはね。うん。で、去年まではね、ハイドソロも声出しがね、できなかったんですけども、今年はもう声出しも解禁されて、なんか時のね、今まで通りのぐっちゃぐちゃになるライブが戻ってきましたね。はい。いやー、すげー楽しかったっすね。もう、声出しまくって、声出すかも叫びまくるですよね。はい、って感じで、めちゃくちゃ良かったっすね。うん。あとハイドさんがね、めちゃくちゃこう入れ墨が増えてましたんでね。近くでね、結構上欄にね、ハイドさんソロだとなりますんで見たんですけど、まあ結構すんごい入ってますね。はい。そんな感じでハイドさんのライブ楽した後に、続きまして、6月22日、10フィート、ヘブンズロック、熊谷、はい、10フィートのコリンズツアーですね。はい、行ってきました。コリンズツアーはですね、この、まあ、いわゆるライブハウスのファイナルシリーズ以外のね、公演としては最後になったヘブンズロックってところで、10フィートもね、この制限解除して初めて僕もライブ行ってきたんですけども、いやーやっぱ10フィートは熱いっすね。いやーすごかった。うん。なので場所が場所でね、結構遠い場所だったんでね、最後まで見れずにちょっと途中で、帰りました。いやー終電の関係でね、いや見に行きたかったなー。あ、見たかったな、最後まで。この10フィートのね、この熊谷のライブの時の対バン相手がですね、スパークサウンドショーだったんですよ。スサシ。はい。ここでね、初めて僕見たんですけど、彼らのライブ。めちゃくちゃドハマりしちゃって。10フィートのライブももちろん良かったんですけど、対バン相手のね、スサシもめちゃくちゃ良くて、ちょっとね、スサシめっちゃ聞いてます。その後から。Spotify まとめのね、動画も上げましたけど、そう。その上位に上がってくるくらい、めちゃくちゃ中毒性高いです、彼ら。そしてですね、最後は6月29日、ビッシュ東京ドームってところで、まあ、ビッシュの解散ライブですね。はい。まあ、感想としては、セットリストですとか、まあ、演出だったりとか、演奏めちゃくちゃ良かったです。本当に感動ありがとうっていう感じで、まあ僕が応援したのはね、結構まあ最近じゃ最近というか、そんなに年は経ってないんですけども、そんな僕でも本当にすごい感動を与えてくれた、ビッシュでした。ただね、席が悪くて、前の方だったんですけど、もうね、端っこなんですよ、ステージの。で、
まあそのブルーレイとか撮るためのねカメラのさクレーンのやつがあって、中央がまあ見えないんですよ、うん、で、だって僕これあのバンドと、まあ、いわゆるアイドルっていうかの決定的な違いっていうのはステージングの、ね、広さなんですよ。いやそれすごい感じて、結局バンドって、まあ、基本的にこうねステージで演奏してますけど、それぞれさこう来てくれたりするわけじゃないですか、こう 花道とかねステージサイドの方とかに。ただアイドル系とかは振り付けとかがあったりするから基本同じポジションで いなきゃいけないんですよね、うん、そうするとあんまりこう端っこの方とかなかなか来てくれづらいんですよねっていうのがあって、あんまり見えなかったです正直、うん、っていうのもあって、まあ内容はねめちゃくちゃ良かったんですけど、これはね、まあ、もうワックがね初めてこうドームっていうめちゃくちゃ大きい会場であるから、なんだろうね、席の配置とかいろいろもうちょっとね今後のために考えてほしいなっていうふうには思ったんですけど、まあ、ビッシュとしてはもうないのがね残念な感じなんですけども、あのそんな感じで、あのめちゃくちゃ内容は良かったですライブ。ただ席によってこれはあ 見る席の人によってはちょっとあんまりなんじゃないかなっていうふうにはねちょっと思いましたけど、はい、そしてですね、まあそれこれがいわゆる1年の今年の半分ですね。じゃあもう半分、7月6日ハイドさん ZEP 大阪ベイサイド、これあの僕のビログにも書きましたけどね、たまたまこれもね仕事休みだったん でしかもハイドさん大阪いるやんってところで、まあ、せっかくだったら久しぶりに遠征しようかなって感じで見に行きました、ハイドさんの大阪のライブ。はい、そして7月18日、サブリナカーペンター豊洲ピットってところでですね、サブリナのライブ初めて見てきました。はい、あのサブリナカーペンターアーティスト、いらっしゃるんですけど、その来日公演のところでね、あの今年東京とあと大阪ですよね、大阪ベイサイドも来てくれたところで東京のね豊洲ピット公演行ってきました。はい、なんか僕のイメージ的にサブリナ好きなのって感じだと思うんですけど、いや僕ね好きなんですよ。2019年頃にあのラジオでねサブリナのね曲が流れてて、えこの人すごいなって思って、でそっからねあのサブスクでねあの聞き漁ってたんですよ。でえちょっとこの人のライブ一回見てみたいなって思ってて、まあコロナ禍入っちゃって、でいざこう2023年やっとまた来日してくれるってところでですね、あの行ってきました。はい、まあねあの僕みたいな客層の人はね全然いなかったんでね、ちょっとねあの気まずかったですけど、でもライブはねめっちゃ良かったっすよ。なんかねやっぱね外国のね人のねライブってすごいっすね。なんかね突然始まるんですよ、突然始まるし、まあ、時間とか、まあ、割と押すし、なんかあーこれが海外スタイルだってところがねすごいあの感じました。そしてですね7月29日30日、こちらですね Uber World 日産スタジアム 2days ってところですね、あの私あの 2days とも行ってきました。初日はプレミアムザライブ、2日目は男祭りリボーンってところでですね、あの内容、うん、めちゃくちゃ良かったです。2日間とも良かったです。あのセットリストがねやっぱ若干やっぱ異なってて、初日のプレミアムザライブの方はもう今までのこのウーバーワールドの曲プラス、今月あと7月に出したアルバムエニグマシスの曲も入ってたりとかしてて、非常にこうセットリストもねあのまとまりがあるバランスが取れたライブでしたし、あのメンバーもめちゃくちゃ輝いてました。はい、そんなライブでした。で男祭りは男祭りで、もう男祭りといえばな曲たちが並んだセットリストだったし、やっぱね男祭りになるとメンバーめちゃくちゃ煽り始めますよねっていう、そんなね熱々なねあのバンドがあんな暑い日にねあの 2days であるところで、日産スタジアムはあのものすごい思い出に残ったライブですね。で今ブルーレイとかも発売されてますけど見ましたけど、いやーやっぱいいっすね、いつ見てもいいっすわ、感動を与えてくれますねウーバーワールドは。はい、そして8月13日ロッキンジャパンフェスティバル2023、はいロッキンでございます。はい、今年は私ロッキンですね最終日だけ行ってきました。あの正直今年のロッキンのメンツ僕の中ではちょっと弱くて、強いて言うならあの最終日がね10フィートと、まあ、アイナジエンド出てたから、まあ最終日行こうかなってところで最終日行ってきましたが、最終日あの天気めちゃくちゃ悪くて、昼ぐらいまではね晴れてたんですけど、急にもう土砂降りになって、
で、ちょうど僕が見なかったアイナとかのね、10フィートのステージがもう一時中断になっちゃって。で、30分とか1時間ぐらいかな、ちょっと中断されてて、そんな中もうずっと雨がっぱ来て、雨に打たれて。で、待って。で、見たらタイムテーブルがもうアイナと10フィートドカブリになっちゃって、うわ、どっち見るってなって、ごめん10フィート撮るわって感じでちょっと10フィートのライブ見ましたけど、そうで、その後バウンディとか夜遊びとかも見たのかなって感じで、正直ちょっと僕今年のロッキンはね、ちょっと消化不良でしたね。なんかね、やっぱフェスはね、朝から行った方がいいわ。うん、もう午前中からも行ってね、あの場所にいた方がね、なんかね、満足度は高いっすよ。それ僕思いました。なんか見たいアーティストがもう午後だから、もう午後から行けばいいやとかはね、うん、せっかくだったらね、もう早からね、行ってね、あの、会場の空気浴びといた方がいいかな、というふうに思いました。はい、そんな感じで。はい、そうしましてですね、続きまして、9月ですね、9月8日、はい、スパークサウンドショー、スポティファイオーイーストところで、あの、スサシの音楽ツアーですね、アルバム出したツアーの、まあ、ファイナルシリーズってところで、あの、スポティファイでね、スポティファイオーイーストのね、ライブハウスで見に行ってきました。スサシってね、あんまりね、対バンばっかやってるんでね、ワンマンやんないんですよ。で、彼らのね、あの、ワンマン行ってきたんですけど、まあ、すごい良かったですね。はい。ただ僕が一番好きな曲の黒天使がね、聞けなかったんで、また行きますよ。もう黒天使聞けるまで行きますからね。まあ、聞けたとしても、まあ行きますけど。はい、という感じでね、めちゃくちゃ楽しみました。いや、久しね、もっと売れますよ。めちゃくちゃ売れますよ、この後もね。うん。はい、で、その後が、9月9日、10日、ハイトさん、幕張メッセイベントホールってところで、こちらもハイドさんのですね、ツアー、ファイナルってところで、幕張メッセ、2 days 行ってきました。いやー、もう超楽しかったです。これも感想動画は、動画に上げたと思うんでね、そっちで詳しく見ていただければと思うんですけど、うん、ハイドさんのね、まあ、グラマラススカイでサークルできたりとか、サークルモッシュできるのってさ、ゼップだとやっぱ作画でできないから、うん、それができたのがすごい良かったです。はい。そうしまして、続きましては、10月になるのか、10月3日、わがままラキハとスサシの対バン、Spotify オーイーストってところで、はい、これもたまたま休みだったんでね、見に行ってきました。スサシ出るって聞いたし、で、わがままラキハね、初めて見たんですけど、かっこいいっすね。はい。星熊さんの MC がね、もろね、ウーバーワールドのね、タクヤくんの MC でね、うわ、女版タクヤやんって思って、僕はこういう人を探したんだよって感じでね、ちょっとね、いい感じでしたよ。はい。ちょっとね、今後もね、なんか空いてる日やったりして、わがままラキアを見に行こうかなと思いまして、ちょっとね、僕注目してます。彼女たちも。はい。はい、そしたら10月6日、ライクアンエンジェル日比谷野外音楽堂ってところで、コピバンが、野音やるって、なかなか異例中の異例だと思うんですけど、はい、って感じで、見に行ってきました。セットリストがね、やっぱ相変わらずすごい。もう、てっちゃんのなんか、選曲すごいな、本当に。ラルクめちゃくちゃ好きな人の選曲やな、本当に思いました。で、このライクアンエンジェルのセットリがあるからこそ、来年のね、アンダーグラウンドツアーが超楽しみですよね。てっちゃんがこう、メインでね、動かすみたいなね、今のラルクのこのアングラツアーは、はい、すごい楽しみです。そうしましたら続きまして、11月、はい、11月3日、4日、NEXT FEST、はい、Bring Me the Horizon のね、主催フェスってところで、いや、Bring Me もね、もう待ってたんすよ。ずっとまた LINE してくれるの、このサブリナ・カーペンター同様に、超待ってた。で、やっと今年来てくれるところで、念願の生 Bring Me 見てきました。いや、もう最高でした。まあ、これも動画にしたと思うんですけどね。はい、で、2日目なんかはね、もう僕の大好きな、ハイドさんもいるし、コールドレインもいるし、で、ブリングミもいるし、ね、ベビーメタル、クロスフェイスって感じでね、もうヤバヤバなメンツでね、もう最高でした。はい。いや、こういうフェスだよね。うん。なんかこういうもうラウド系というか、メタル系のばっかり集まったフェス、もうちょっと開催してほしいですね。うん。って感じでございました。はい。そしてですね、11月14日、10フィート、ゼップ、羽田、はい、10フィートのこのコリングツアーのファイナルシリーズ、の羽田公演行ってきました。いやーもうね、相変わらず、10フィートのライブはやばいっすね。うん。もうダイバーもすんごいし、うん。熱気が半端ない。はい。もう最高に楽しみました。はい。もう来年のね、10フィートのライブも楽しみですね。はい。あと、紅白おめでとうございます、10フィート。で、11月20日にウーバーワールド大宮ソニックシティ。はい。このエニグマシスツアーですね。唯一、大宮だけ当たったんで、ね、行ってきました。はい。
アルファスキル聞けたよ、やっと。もうアルファスキルずっと聞きたかったんですよね。で、なんか本来の人って全然やんなくて、で、僕が見に行った大宮で初披露。いやー、最高。いや、アルファスキル歌詞やっぱめっちゃいいっすね。うん。最高でした。はい。はい、そして12月3日と5日、マネスキンこと、はい。有明で東京ガーデンシアターのライブ見に行ってきました。彼らね、すごいっすわ。やっぱロックバンドっすね。なんか、いや、そりゃ売れるわって感じのパフォーマンスというか、まあ、若さもあるとは思うんですけど、あのね、勢いはね、すごいわ。で、ファンをね、ステージに上げるんですけど、こんなに人数上げんのって感じで上げるんですよ。なんかそれがまたね、すごかったっすわ。はい。はい。そして今年の私のライブ納めは、12月21日、ウーバーワールド横浜アリーナ、拓也生誕祭ってところで、そう、さっきも言ったツアーね、今回その大目しか取れなくて、もうこの拓也生誕祭もね、全然当たんなくて、最終的にあのリセールで買っていきました。はい。今年の拓也生誕祭は、あの、センター席がもうオールスタンディングで、もう、まあ、いわゆるハイドさんとかみたいなライブな感じだったんで、あのね、他のバンドと違うのは、他のバンドってこう、ダイバーってさ、こう転がってさ、前の方に行くじゃん。ステージの前の方に行って、セキュリティさんにこうやって、おぶかれて、こう、また行くみたいな。タクヤ生誕祭の横割りは、例えばこのステージの、こう、客席がこうあってさ、エリアがスタンディングで、その真ん中をこう、タクヤくんが来るわけですよね。真ん中にこうやって来て、で、そのタクヤくんに向かってダイバーがこうやってライブするんですよ。それがまたなんか面白くて、いや、前に転がらないんかい、みたいなね。で、それをまた、セキュリティさんがこうやってね、そう、タクヤくんに触れないようにこうやってやってね、こうやって流すんですよ。で、こう、グータッチをこうされるのか、みたいな。あのね、あれね、スタンド席から見てね、めちゃくちゃ面白かったです。はい。そんな感じで今年も拓也生誕祭行けてね、あのセットリストも超良かったっすね。もうめちゃくちゃなんかもうクルーのこと分かってんなってセットリストでしたね。はい。まあそんな感じが私の今年行った、ライブでございました。何本行ったのかな？はい。私が今年行ったライブは27本でした。はい。来年はね、本数減らします。はい。いろいろとね、あの、環境も変わるんでね、本数は減らします。って言ってね、なんか毎年増えてるんですよ。増えてるってかね、こんな数なんですよ。はい。って感じでございました。皆さんが行ったライブは、僕が行ったライブと一緒にありましたか？はい。なんかね、皆さんもし今年行ったライブで、なんか思い出残ったライブとかあったら、あの、ぜひともコメントとかいただければと思います。僕もちょっと興味持って見に行こうかなと思いますね。曲聴いてみようかなと思いますんで。はい。よろしくお願いします。って感じで、今年も皆様、応援のほど非常にありがとうございました。いや、おかげさまでですね、まあ、以前も動画にちょっと出してましたけど、登録者、200人超えることができました。本当にありがとうございます。いやー、年内にね、超えれたら嬉しいなと思ってたんですけど、本当に皆さんの応援のおかげで、200人の世界行けました。はい、まだまだね、来年も、私、ゆうすけん活動していきますので、皆様、ぜひともよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。それでは、ダスビッターニャ。良いお年を。